はいどうも、ケイキュンです。今日はですね、ブレスオブファイア、続きやっていきましょう。ニーナをね、助けに行きましょうということで、まあ、竜をね、ここからは操作していくと。キング様、どうか我が王女、ニーナ様をお助けください。同じだね。王様に続き、ニーナ様まで。我が国は一体どうなるのでしょうか。どうしたんですか？真剣な顔して、何かあったんですか？いいね。はい、こことこの部屋とこっちの違いよ。はい、とりあえずは OK かな。じゃあ外出ますね。外でね、みんな待ってますんで、はい、行きましょう。じゃあはい、じゃあ外出て、あー、いましたね。はい、敵の群れを突っ切って、一挙にカーマの塔を攻めます。同じかな。はい、同じと。さあ、私の背中に乗ってください。よし、じゃあ向かおう。空の旅は最高ですね。さあ、早いね。そしてみんな突っ込むぞ。オッケー、その間に俺がボスを叩く。みんなが敵を食い止めてる間に姫を助けに行きましょう。はい、行こう。まあこの下ですね。はい、どんどん降りていきましょう。こっちやね。はい、こっちと。さあ、敵か。まあ、ここは鍵ですね。鍵使いつつ、まあ、殴りつつで。やるやん。156の経験値。でかいですね。さあ、そして、さらにね、進んでいく。さあ敵、まあ敵は倒しつつ行きましょうかね。はい、終わりと。この下には火翼族の力を奪うガスが充満しています。私は足手まといになるだけです。キング様、どうかやつを。兵士はパーティーから抜けた。どうかお気をつけて。了解、俺一人で行けと。で、こっちにボスがいるので、まあ、先にちょっと宝を回収してからですね。これもまあ鍵ですね。まあ、この序盤ほどに鍵が強いので、まあ、とにかく鍵使って戦っていくと。さあ、さらに進んで、こっちにね、はい、宝ありましたね。さあ、これもとりあえず鍵使ってまあ倒していく。はい、全開してセイバーを手に入れた。これがね、強いですよ。これ全体攻撃で、はい、こんな感じです。つけておきます。とりあえず今 OK ですね。はい、じゃあ行こう。まあ、この全体攻撃の装備ね、まあ、進んでいくとちょいちょい手に入るんですよ。まあ、なんでそれを装備していくっていう感じかな。まあ、使いやすいですね、やっぱりね、全体攻撃。まあ、ちょっと次殴ってみますね。はい、普通に戦う。こんな感じ。よし、OK。さあ、大地を鍵で攻める。はい、 OK と。いいね、いいところでレベル上がりましたね。まあ、すぐ上がるよね。経験値結構高いですしね。特能じゃないアイテムね。よし、じゃあ行こうか。なんだお前一人か。ガスが効かぬ竜の一族とはいえ、こんな若造を助太刀によこすとは、わしも舐められたものだな。
まあよい、我が魔力の真のストレスさを見せてやろう。もうこいつはね、あの大地の鍵です。強いもうこれで余裕っすね。はい、もう連続でいきましょう。もう大地の鍵を使っていく。ほら、これもね、あの全く関係ないです。大地の鍵攻めるは関係ない。魔王使いは不敵に笑った。オッケー、終わりましたね。大地の鍵強え。くそー。あとこの娘を放り込めば不老不死の薬ができるところだったのに。ぐわ解毒薬を手に入れた。あ、ありがとうございます。助かり。ガスで弱り切ったニーナを抱きかえると、キングは塔を駆け上がった。ありがとうございます、旅の戦士様。何の準備もなくやってきたのは無謀でした。あなたがいなければ今頃どうなっていたか。本当に危ないところ。さあ城へ急ぎましょう。何もかもキング様のおかげです。本当にありがとうございました。では私の背中に乗ってください。さあ無事救出して、あとは戻るだけと。みんな来たみんな来たよ。イエーイって感じかな今。イエーイってね、喜びの舞。急ごう急ごう。とりあえず王を待っとくからな。急ごう。王走ってた。ニーナ様は王様のもとへ行かれました。さあキング様も。了解。あ、もう来てますね、城にね。じゃあ、こっちこっち。まあ、とりあえず話はいいですかね。王のとこ行きましょうか。こっちやな。はい、こっち。話しかける。話しかけると。キング様、ありがとうございました。おかげで兄さんは無事、戻られました。あとは王様の回復を神に祈るのみ。うん、一緒だよね。あ、キングさん、お父様にさっき薬を飲ませたのに、まだ気がつかないの。薬を間違えたのかしら。もう手遅れなのかしら。お願い、目を覚まして。どうやらわしは死ななかったようだな。おう、力がみなぎってきたぞ。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。なんか前より元気になったみたいじゃ。お父様が元気になったのも、私がこうして無事なのもみんなキングさんのおかげなんです。おお、あなたが。ありがとうキング殿。何かお礼をしたいんじゃが。何、秘密通路を使いたいじゃと。それだけでいいのか。お安いご用じゃが。それだけではわしの気が済まんな。私からもお礼をさせて。キングさん、旅の仲間はいりませんか。私でよければお供します。な、なに？いかん。それはいかんぞ、ニーナ。キング殿の足手まといになるぞ。そうじゃの、キング殿。いやいや、お父様。私も決めたの。象言をほっとくわけにはいかないわ。私、キングさんと一緒に行く。お父様が止めるんだったら、家出してでも行くんだから。わかった、行くがいい。じゃあ、決して無理をするでないぞ。いつでも帰ってくるんじゃぞ。はい、今までね、あのまあパーティーってか、まあソロだったんですけどね、ここでニーナがね仲間になったと。で、ワンのニーナはね、あの回復役なんでね。はい、それじゃあ行きましょうか。はい、そして前に話したここですね。話しかけたここを通ることできなかったんですが、これでね、あの通ることできますんで、まあこう通っていくと。で、ここはね開きません。はい、行きましょう。
さあ、とりあえずこっちっすね。で、まずは村ですね。村行きましょう。さあ、この辺もね、まあ戦っていくよ。まあ大地の鍵ですね。使っていくと。よし。OK。回復せないかんね。はい、それでは進んでいきましょう。どの辺やったかな。こっち、まあ全体攻撃、まあ第一の鍵と、まあ経験値もね結構高いので、まあ、すぐ上がりますねこれね。上がった上がった。よし、ありましたね。はい、入りましょう。水のあるところで釣るなんて誰でもできるだろ。俺は水がなくても釣ってやるんだ。はい、タタール村に着きました。森の民の村です。見ましたか、干上がった川を。黒竜族が川をせき止めたのです。このさ、音楽懐かしいわ。一応売ってるのはこんな感じですね。まあ今はなんかね、買うことはないです。はい、何も別にいりません。まあ、いろいろ話しとこうかな、とりあえず。はい、人の力では取ることはできない。北西にある森を見たかい。薄気味悪いだろ。あそこには 何が潜んでるかは分からんぜ。うん、なんもないね。誰もいないですね。一応ちょっと話していこう、どんどんね。はい、オッケー。こっちは、あ、おった。鍛冶屋にご用かね。わしの専門はノコギリだけどよ。森の民は木を切らないから最近はほとんど作ってない。鉄鉱石を持ってきたらノコギリ作ってやるけどよ。持ってきました。はい、持ってますんで。はい、あっという間に作るからそこで見てなよ。あーっと、ほらできた。金がノコギリを手に入れた。よし、オッケー。これでね、あの森入れるようになったので、まああとはちょっと誰か話すやつがいれば話して、宝を黒竜族に渡せと我々を攻め立てます。前まではあんなに冷たいことを言う人ではなかったのですが。ちょ、そこどいてくれ。よし、我々の宝、勇者の指輪、竜の一族に力と勇気を与えるものです。黒竜族は川の水と引き換えに我々の宝を差し出すと脅すのです。死んでも奴らに渡すつもりはありませんが、そのせいで隣村まで。天使様、どうかお助けを。こいつも話そうか。嘆きの森で黒竜族を見たんだ。ギリアムと二人で追いかけたんだけど、敵の矢を受けちまってね。はい、ということで、次はね、その嘆きの森ところにね行きます。はい、ちょっとまあ短いんですが、まあ今回ここで終わりますかね。まあ次回嘆きの森からやっていきましょうか。一応嘆きの森はね、もうあのすぐ着きます。大地の鍵、ここですね。あ、もう見えてますね。はい、ここですね。ここに入るところからということで、今回はね、ここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。